なんかもったいないですよね。なんかどんどんこう税金かけることによって、うん、まあ、消費もそうだし、うん、なんか 将来の展望を暗くして、そう、何もさせないっていう、そう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 、それはやっぱ国のデザインが間違ってたんじゃないかなというのがあるので、はい、なんとかこう、そうなんです、軌道修正を、はいはい、していただきたいんですけど、うん、やっぱそういう軌道修正するにも、うん、やっぱこう対抗する野党の存在っていうのが大事だと思うんですよね、はい、やっぱプレッシャーかけていかないと、はい、まあ、与党も動かないというか、はい、ただやっぱり立憲はダメだなと、うん、立憲ダメですよ、はい、はい、自然エネルギー立国を旗印に立憲代表衆院選へ全国暗夜と、うん、これ時事通信の記事なんですけど、立憲民主党の枝野代表は19日早期の衆院解散総選挙に備えるため全国暗夜をスタートさせた、うん、目玉政策として新たに自然エネルギー立国を表明と。で急に来たね、急に。いやだから多分、うん、やっぱ支援団体のことを考えて、うん、脱原発って言わなくなったと思うんですよね。あ、なるほどね、うん、その辺のなんかロースとかの兼ね合いで、はいはいはい、枝野氏は、鎌ケ谷市で支援者らとで対話集会に参加、太陽光や風力などの自然エネルギー分野で日本は世界をリードしうる力を持っている、これが我々の経済対策だ政策だ、うん、と訴えたと、はい、菅首相との対決姿勢も強調、新政権が掲げるデジタル化の推進について世界的に遅れているところに遅れているところを追いつこうという話だと言いにくったんですけども、うん、はい、いやそんななんかそういう立憲もデジタル強くない気がするんですけどね。そう、全然クラウドがどうだとか言ってる人いるじゃないですか。そう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 、時代はサーバーじゃないんです、サーバーじゃないクラウドなんですクラウドでやっぱりその自然エネルギー立国っていうのは、はい、まあ、今出てきたように、はい、その風力とか、はい、まあ、太陽光とか、 そうですね、そういうことを言ってるんだろうと考えると、はい、うん、負担は増えますからね。そう、国民の負担っていうのは現状ね、効率的じゃない、うん、今の科学力では効率的じゃないわけです、はい、で、うん、日本はあの風は吹かないんですよ、うん、だらだらとだらだらと吹く風が必要で、吹かなくて台風とかでぐんぐん回るっていう、はい、うん、でもあれ台風の時の風力はダメなんですよ、うん、強すぎる、そう、強すぎて、だからだらだら回ってないといけないっていうことなんで、うん、いや、しかもそのあれ蓄電できないので、いや、そうそう、じゃあ例えば急に吹いて、うん、その発電できるとしても、うん、バランス崩れちゃうんですよね。そうそうそう、じゃあこっちで今火力で調整して太陽光もあって、うん、あでもこっちは台風だから風力めっちゃ回ってて電力上がっちゃってるってなると、うん、逆に困るっていうのがあるので、はい、だからなんかその辺から分かってんのかなっていう。そう、だからいずれは太陽光で蓄電能力と太陽光 の効率化 の能力が上がれば、うん、あの石油はいらなくなるって時代は来るだろうとは言われてるんですよ、うん、化学力が上がれば、はい、だからそれを目指す本気で言ってんのっていう話ですよ。そうですね、そう、それは確かに来る、いつかは来ると思うんですよ、うん、ところがそれ本気で言ってんのと、ポーズでしょと、で現在採算取れてなくて、うん、国民の税金がね、はい、そこに行ってますよという、うん、実際だってその自然エネルギーを振興するために、うん、我々の電気料金上乗せされてましたからね。そう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 、そっちにやっぱそっちを増やそうとしてやってるけど、うん、やっぱそっちも研究させたいからやってるってだけのことで、うんうん、ただこの枝野さん立憲民主党が政権取ったら、はい、うん、国民の負担はますます増えるでしょうね。あの民主党時代にやった法案ですからね、はい、あの太陽光を増やしてやると、はい、全館の時に、そうです、すっからかんの時に、そうです、やってたので結局あの山から、うん、あの養分があった土地が痩せちゃって、うん、太陽光のパネルが、そう、泥が流れたりとか、うん、パネルが出るというのがなっちゃったりとか、やっぱあの山が太陽光パネルになってるとドライブしてても、はい、ちょっとって思うよね山で緑で木があるから、はい、あ気分いいなっつってこう運転してて急に太陽光パネルがバーって出てきた時に唐突に出てきますからね、うわーって、うん、あれで結構 その支援したじゃないですか、うん、あれでやっぱ中国企業とか相当儲けたらしいですね。あ、そうそう、うん、あれも日本の政治家に、中国の政治家が日本の政治家に言って、うん、日本の政治家が中国人を連れてこさせて、うん、で日本の技術を教えてやってくれって言って、うん、日本のそのパネルの会社が教えてくれた、うん、そしたら10分の1の価格になっちゃって、はい、で負けたわけですよ。でその教えた会社は潰れたっていうことです、うん、日本の本当にもうしょうもないというか、はい、そう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 、
そのことをなぜやってしまったのか、そうなぜそんなことやってんだよっていう、うん、はい、でですね、うん、あのこの新立憲民主党っていうのは、はい、まあ、できて、うん、で新国民民主党っていうのもできたじゃないですか、はい、じゃあ略称っていうのはどうなるのかなと、うん、立憲と国民かなと思ったら、うん、両方民主党になるんですねだから両方民主党になって、はい、それは法的には OK らしいんですよ。あ、そうなんですか。ただ、うん、それがじゃあ実際に衆院選とか参院選で、はい、うん、透明で書かれたときにどう安分されるのかっていう、確かにね、うん、確かにね。だからそれはそのそれ以外の立憲民主党とか国民民主党って書いた人の比率で安分されていくのかのかという、単なる分なか、だからこれを見ると、うん、やっぱり最終的に合流すんじゃねえっていう、そう、なんかアホやね、うん、こいつら共に民主党っていう、本当共に民主党になっちゃって本当共に民主党さん、はい、でそんな共に民主党のですね、はい、小沢さんがですねまた言ってるんですね、うん、1年以内に政権奪取と、東京都内で開いた自身の政治塾で講演し、はい、1年以内に必ず政権を取ると述べ、次期衆院選での政権交代に意欲を示したと、うん、小沢氏は11月には社民党も一緒になる予定だとの見通しを示し、社民も来た、野党がほぼ一つになる、はい、これが効果的に機能すれば絶対に政権を取れると強調したと、はい、いやすごいですね。社民党、社民党だってならないですもんね。もうね、うん、あの社民党が一緒にとか一人しかいないんじゃないの。二人ですかね。二人か、はい、今社民党も一緒になるって言ったところで、もう二人加わるって言った方がいいよそれだったら確かにそう社民党っていうよりも、そう、ただ議員がなんか議員が二人増えますっていう、そう本当ただがいるだけでしょ本当に、はい、いやもう国民のあんな税金持ってくだけのやつらですよ。そうですね、本当に何にも 何, の、うん、何か、いい政策を出してるか、うん、あの立案してね提案してるかとか何もしてないじゃない、うん、いやちゃんと議論してますよ、殺処分ゼロ殺処分するために3時間議論したと、そう、殺処分を目指す殺処分を目指すゼロっていう一番抜いてはいけないものを抜いてしまった、ね、はい、はい、まあだから社民党が加わり、うん、まあ、共産党は一緒にならないでしょうけども、うん、したところで、うん、じゃあ果たして政権交代できるのかっていうと、うん、まず無理でしょうね、うん、だからなんかそれを見越して今、うん、枝野さんとかもやってんじゃないかなと、はい、もう野党でいいから、はい、なんか最低限金くれみたいな感じでやってんじゃないかなという感じですね。またあの福島瑞穂さんのツイッターが活発になるじゃないですか、はい、であのやっぱ東大出てあの語学力って日本語だけど、はい、日本語力国語力なのかっていう点は、うん、やっぱあの、まあ、冗談でもよく出るのが、はい、やっぱしたんじゃないのっていうがしてんじゃないのっていう本当に、いやもしくは、うん、なんでしょうね、こういわゆるというか、はいはい、あ、なるほどね、もうずっともう生活されていて、うん、もうのがもう、うん、でって、うん、やっぱ頭いいから、うん、東大の受かっちゃって弁護士にもなっちゃって、うん、だけど日本語が不自由みたいな、いや弁護士になるって相当国語力いるからね。そうですね、やっぱ司法試験があるので、司法試験だからね、はい、うん、そう本当意味わかんないよね。そうですね、なんか着ぐるみかなんか、はい、ルパンみたいな感じなのかもしれないですね、はい、あんな文章も書けない人がね、海洋大学140文字でいっぱい間違ってるからさ、ね、本当になんか追われながら書いてる感じで、そうチェックする、急げっていう感じで書いて、はい、全部間違ってるっていう、で直さない直さないそれがすごいです、はい、はい、新ゆきさん、月曜はオンライン会議サボってごめんなさいです、エア野党の、はい、方ですのでね、はいはい、そちら来てもらったんですけど、あのエア野党の会議たまに2ヶ月に2週間に1回やってますんで、うん、はい、